セントラルワールドゼン、デパートメントストアセントラルワールドは、太陽国の首都バンコクの中心街にある、ショッピングモールである。セントラルグループの新形態デパートゼンのほか、ジム・トンプソン、H&M、トイザラス、ユニクロ、キノクニヤ書店、ヒノヤ、カレー、タジマヤなどが入居している。かつては伊勢丹も入居していたが2020年8月、一杯で撤退した。 2006年オープン。オープン当初ワールドトレードセンターからの改装オープンだったため、セントラルワールドプラザとなっていたが、翌2007年にセントラルワールドに改名をしている。売り場の延べ床面積が計55万平方メートル。セントラルグループが経営するショッピングモールの中では、サイアムエリアにあるサイアムパラゴンと並び、国内最大規模。スケートリンク。 映画館、イベントホールが敷地内に併設しており、イベントホールではたびたび音楽や海外旅行招致などのイベントが行われる。2010年4月、元首相、タクシン・チナワットの支持者が治安部隊と衝突。その際に建物を放火し、一部が消失した。その後、消失した全レパートメントストア部分は建て直され、現在はほぼ元の状態に戻っている。 ありがとうございます。